8番人気は9番ゴールドシル。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。現在1番人気はここまで無敗、三冠ウマ娘三輪早秀。続く2番人気はここまで無敗、三冠ウマ娘6番オグリキャップ。注目の三冠ウマ娘ゴールドシップ、8枠9番での出走。気合十分、いい顔してますね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気三輪早秀、北サンブラック快調に飛ばしていきます。先頭は北サンブラック、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は6番オグリキャップ。内から内から三輪早秀、その後から8番オグリキャップ。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭から後方まで間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。先頭集団を見ていきましょう。さあ、花に立ったのは北サンブラック。このままリードすることができるか。続きました三輪早秀、まもなく第4コーナーカーブ。先頭は変わらず北サンブラック。続いて三輪早秀、それを見るように6番オグリキャップ、8番オグリキャップ。内から行く、大きく離れてゴールドシップ2馬身3馬身開いて7番タマモクロス、外を回って成田大使2馬身離れて成田ブライアン、さらに2番タマモクロス。北サンブラック先頭進みますが、これは正解でしょうか。北サンブラック、彼女の客室には合っていますね。1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。依然として北サンブラック2馬身離れて三輪早秀、1馬身離れて6番オグリキャップ、1馬身差8番オグリキャップ、2馬身3馬身開いて成田大使、1馬身離れて成田ブライアン。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。現在1番手は北サンブラック、少し後ろから三輪早秀、3番手6番オグリキャップ、それを見るように8番オグリキャップ、後から成田大使、1馬身差成田ブライアン、少し後ろから2番タマモクロス、1馬身離れてゴールドシップ、1馬身差7番タマモクロス。意気揚々と先頭行きます三輪早秀。どうでしょうこの展開。当たってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。2周目の向こう正面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。残り 1000m を通過、7番タマモクロス伸びてくれた。さらには6番オグリキャップ、後から8番オグリキャップ、差がなく三輪早秀、そして外目を突き出しては成田大臣、1馬身離れて北サンブラック。第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。互いに足を止めている展開、果たして抜け出すのは誰だ。ゴールドシップ前を狙っていると、三輪早秀内で様子を伺う。さあ、列車坂、三川の舞台はこれから坂がある。ゴールドシップ持ちを引く、すごい足だ。成田大臣次走は成田大臣、これは強い。残り200、繰り下がる7番タマモクロス、成田大臣足色は衰えない。お見事、成田大臣100歳以上の強さを見せた見事な勝利です。勝ちました成田大臣、並みいる強豪を跳ねのけビスケス杯を制しました。2着は7番タマモクロス。あ、どっちも